ランドです。こんにちは、フリーアナウンサー村井由紀子の3分トーキング。今日の言葉は楽しんでるです。皆さん、日々自分自身を楽しんでいますか？なぜこの言葉になったかというと、自分自身が最近楽しめていなかったなっていうことに気がついたんです。実はここ数日、この YouTube 3分トーキングを全く撮ることができませんでした。3分で話がまとまらない、途中で噛み倒す、3分で撮れたぞと思って編集を始めると、自分の顔とか言葉のチョイスとか表現とかが気に食わなくて、お蔵入り、また撮るっていうのを繰り返し繰り返しやりました。本当に何回も何回も撮っても全然気に入らなくって、アップすることができなくなってしまったんですね。今回で23本目なのに、スランプには早すぎないかいと自分自身で突っ込んでしまうほどでした。本当に全然撮れませんでした。でも9月に入ったし、ちょっと気持ちを新たに掃除をしたりとか、片付けなければいけないちょっと気になっていることとかを全部整理して片付けた後に、よし、動画をもう一回撮ってみようと思った時、あ、そうだな、全然楽しめてなかったかもしれないなって思ったんです。他の人の目が気になる、自分はどういうふうに思われるんだろう、この動画を上げたらっていうところにばかり意識がいってしまって、自分自身が伝えたいこととか楽しむっていうことをすっかり忘れてしまっていました。皆さんも YouTube、SNS、ブログとか自分自身の表現、そしてビジネスとかに活用してたくさん発信していらっしゃる方がいますよね。時々ありませんか？あれ、なんか筆が止まる、手が止まる、発信できない、なんとなく他の人の目が気になるっていうことがあるかもしれないんですけどね。そんな時には、楽しんでるって自分自身に問いかけてあげるといいかもしれません。もちろん客観的に人を傷つける表現になっていないかとか、怖い誤解を生む表現になっていないかというのを見る必要はあるんですが、必要以上に人の目を気にして、自分自身が伝えたいこと、自分の軸から発せられるその表現、自分らしさ、楽しんでるかっていうのを忘れてしまいがちになってしまいますので、あ、なんか最近うまくいってないな、滞ってるなっていう時には、ねえねえ、楽しんでるって自分に問いかけてみてはいかがでしょうか。3分取れたようです。今日の3分トーキング、今日の言葉は楽しんでるでした。皆さん、楽しんでいますか？3分トーキング23本目、やっと撮ることができました。安堵です。本当に3時間も4時間も喋っては切り、喋っては切り、噛んでは切り、そして編集でなんかこの表情嫌だって捨てみたいなのって繰り返し繰り返し、もうデータもパンパンになってしまったんですけれど、全捨てです。23本目に予定していた内容はもうすっかりお蔵入りで、今日のテーマ、楽しんでるになったんですね。なのでお蔵入りした内容は世には出ていないんですけれど、もしかしたらスランプではなくて今そのタイミングではなかったのかもしれないですよね。タイミングじゃないものを無理して出してもきっとうまくいかないんだろうなって思ったので、もうすっきり全捨てです。もしかしたらいつか23本目に予定していた内容が世に出ることがあるかもしれないんですけれども、それはそれでそのタイミングへやってきたんだなと思うことにいたします。基本的にこの3分トーキングって原稿を作っていないんですね。話の組み立てをこういうふうに始まって、今日はこの言葉にして、まとめはここで締めようっていうのをバーッと決めて、ちょっとだけ文字に起こしてこう組み立てて話し始めるので、なんかちょっと前半が長くなってしまったり、後半がこんなちょっとしかなくなっちゃったりして、3分に収まらない、もう一回撮り直しっていうのを何回も何回もやってしまったりするんですけどね。
3分に制限をかけているからこそ自分の勉強にもなっていますし、話をまとめるっていう、そう繰り返し訓練にはなっているなと思うんですけれど、自分で縛っておきながらなんですが、3分って大変だなと思っているところです。なので3分で漏れてしまった内容はこのおまけコーナーで喋ったりとか、あとは近況なんかもこのおまけコーナーで喋っていけたらいいかなと思っているところです。お蔵入りの23本目はいつか日の目を浴びるのか、こうご期待。その時にはそうそう、あの時の23本目ってこの内容だったんですって教えますね。今日の言葉楽しんでる？いろんなこと楽しんで、自分自身の発信とか、そして様々なことありますね。本当に発信だけではなくて、お仕事もそうだし、お料理を作るにも、散歩をするにも、マラソンをするにもそうですけれど、やっぱり楽しいことが自分の力になっていくんじゃないかなって思いますので、はあ、辛いなあ、なんでやってんだっていう時に、楽しんでる、楽しんでないって答えが来たら、なんでかな、ちょっと自分と対話してみるのもいいかなと思います。3分トーキング、今日のテーマは楽しんでるでした。今日もご覧いただきましてありがとうございます。また見たいなと思ってくださいましたら、ぜひチャンネル登録をよろしくお願いします。それではまた。